誠に感謝を申し上げます。今回の、趣旨といいますのは、いくつかあるんですけど、こう地域をきれいにすることによって、治安を良くすると、人々の心を正しくすると、そういうようなことが一つと、もう一つは職業観ですね。職業に貴賤なしという一つの職業観をこう普及したいと、そういうことがあります。あとはもう一つは掃除のこの基本的な、段取りといいますか、技術みたいなのを、僕もいろいろ、私さんも掃除業をしていたこともあり、そういうのを少しずつお伝えしていけたらなということがございます。世の中が混迷して、人心も荒廃し、人々が生きる目標を失っていると、そういった状況もある中で、なら僕がそれを良くするかと、それはもう僕は地道な速化の、あるいは凡事の、そういったことの凡事徹底と、イエローハットの鍵山社長の経理念ですけども、凡事徹底っていうのがやっぱりいいんじゃないかと、そういうふうに最近また思いましてですね、今一度再び原点に回帰し、僕ら大体10年ちょい任意団体含めてボランティアしておりますけど、最初はトイレ掃除ボランティアから始めまして、それが最初の活動でしたので、ある意味原点回帰であると、そういうふうに思っております。冷えない県議から健康ジュースとか置いていかれましたので、また後ほどお配りしたいなと思います。で、今日の順番ですけども、今ここの掃除をきちっとこうしまして、その、掃除の一つのやり方をちょっと男子トイレで大まかにですけどもやらさせていただいて、で、あと便器を洗って、その後に壁とできれば天井を拭けるかちょっとわからないですが、天井もしたいなというふうに思っております。結局いつも便器と床はしているんですけども、なかなか壁とか外の壁とか内の壁、天井はできないので、そういう意味でちょっとしたいなというふうに思っています。僕ら時間の、ちょっともう一つ時間の感覚っていうか、ちょっと人生観のことなんですけど、江戸時代は例えば2時間が1枠で、馬の刻とか猿の刻と、でもし今日みたいに待ち合わせた場合、江戸時代はその2時間で合わせてたと思うんですよね。どっか馬の刻にどっかの辻で会いましょうって言った時に、近代人は例えば今日10分15分とか秒とか、近代の時間の観念は細かくて、僕は神経臭いと思っているんですよ。で、今日僕、皆さんに言ってたこともあったんですけど、僕らは遅刻とか そういうのはどうでもいいと、あるいはファジでいいっていうのは、江戸時代の感覚なら、こんなものは当たり前であって、近代人がその分とか秒という概念を立ち出し、それにその戦々恐々としていると。
その近代のある種シリアスすぎると言いますか、概念、なんかそのね、時給であったり時間とか量とかそういった単位にこだわりすぎなんじゃないかと。それで僕山賀さんにも最初に言ってたのは、僕らはそれがどうでもいいですということを図らずも今日実現できたことは何か深い意味があって、実は深いんですよねと僕は思ったんです。つまり今日もしカチカチにみんな場所をチェックしとって、ね、元の地元の人でピタッと来てるより、このズレ、この不自のズレを完全に示せた、あるいは共有できたってことが深いと僕は思ったんですよ。なので物事の一つ一つに対してプラスに見えるか悲観的に見えるかと、ここが実はこの現代において非常に重要ではないかと、そういった意味で深い今日は出来事であって深い考察につながるのではないかと。つまり仕事、精度、スピード、そういったものに人々は肯定して、それによって生きづらいシリアスな社会を自ら招いているのではないかと。江戸時代みたいに午前中なんか仕事して昼から銭湯行かないけど、それでいいと私は思っているんです。つまり脱近代、ポストモダンを実現したいというところはここから来るというふうに思うわけです。まあそういうことで、話は長くなりましたけども、要は社会とは何ぞやと、人生とは何かと、そういう深い意味を含めて今日は企画したわけでございます。まあ先ほど比内県議も北日本新聞さんもしらっと来られて写真撮っていかれたので、それはそれで良かったと僕は思います。そういう意味で全て悲観論じゃなく、全て良しとして前に行くと、それがいいと僕は思います。はい、以上です。なら今日はちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。